小雪です。どうも、トヨです。48巻を今読み直そうのコーナーです。はい、まあ、定期的にやってます。このコーナーでやってまいりましたか。え、なんした今。いや、このコーナーのお時間がやってまいりましたか。あ、そうそうそう、はい、過去にはですね、こうやって66巻、12巻、45巻、0巻、1巻、25巻ということで、今更ながらにね、なんちゅう口したのそれ。そうですね、はい、100巻出てるわけですけども、はい、感をちゃんと振り返って、まあ、ワンピースの歴史を学び直そうっていうコーナーなんですけども、うんうん、やっぱり僕が過去に紹介したこのコーナーめちゃくちゃ好評で、そうっすよ、なんと今までですね7回やってるんですけども、150万再生超えということで、すごいすごいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてね、物語と物語の間っていう節目っていうのは物語が大きく動くんですよ。はい、今まで知らなかった歴史が明らかになったり、出てこなかったキャラが出てきたりとかね、まあ、そういうワクワクするところが物語と物語、今島と島の間の物語なんですけど、今日は島と島の物語ではございません。ほう、はい、こちら見てください。48巻、なかなか渋い感ですね。そうなんですよ、表紙見たら分かるようにオーズが正面に出てるんで。そうですね、オーズがこうやって歩いてる感じですけど、はい、いや、オーズ、古代巨人族原因ですか。いや違うのよ。で、はい、オーズがどうしました。はい、オーズが乗ってるってことは、はい、まあ、当然スリラーバーク編の中ということですね。そうですね、島と島の間じゃないということなんですよ。はい、オーズが大暴れする感なんですけど、改めて読み返してみると、今の和の国にめっちゃ繋がってますやん、奥さんみたいなところ。まああるわけなんですね。というわけで、ワンピース48巻の見どころ、そして謎、伏線をまとめて僕が10個選んできましたので紹介します。じゃあまさしく今だからこそ読み返すべき感なんですね。そうなんですよ、今回入れなかったけど、はい、例えばこれとかさ、ペローナのびっくり顔とか。おー、ほいほいほい。エネルのね、びっくり顔は有名ですけども、はい、2人目のびっくり顔、ここでペローナが出てきて。そうですね。で、他にはね、細かいポイントとしてはね、はい、オーズによってね、橋が崩されちゃったんですよ、向こうに行くところで、向こうの塔に行くと、めっちゃ首我慢してます。いや、違いますよ。大丈夫ですか。はい、向こうの塔に行くためにフランキーが即席に橋作るんですよ。これが俺当時めっちゃ感動して、言ったらウォーターセブンから仲間だったフランキー、まあ、どんなやつやねんみたいなあって、ミリメリーゴとかつけてくれたらめっちゃいいやつやんと思ったけど、特席で橋作って向こうに行くっていうのがね、すごい斬新だなと思って、まあ、確かにね。そう、俺もこの時に思ったんですよ、フォートナイトやってだいぶ時代先駆けしてるね。そうそうそう、マイクラやね、多分この時代は。もうこんな瞬時に行くってすげえすごいですよね。そーっと何キロ行くねみたいな。そうする、そんな感じもあるんですけども、やはりですね、やっぱ謎や伏線の方が興味あるでしょ。なるほど。一つ目、伝説の侍、龍馬と名刀秋水。龍馬もこの巻ですか。そうなんですよね、今ちょうど、まあ本誌は和の国の、もう最終局面ということなんですけども、そうですね、ゾロの血筋とか、はい、まあ、カイドどうやって倒すねんっていう、まあ、熱いキーワードあるわけじゃないですか。気になりますね、まあ、それに関してめちゃくちゃヒントここにあります。まず龍馬のプロフィールからご紹介しますね、はい、この48巻の内容でもあるスリラーバック編では、ホグバックにゾンビとして死体を改造された後は誰の影が入ってたんでした。ブルック。なんか今のまま誰やったっけみたいな。大丈夫。いや、誰やったかなと思って。はい、ブルックの影が入ってたわけですね、はい、でブルックの研究所の用心棒として活躍したんですね。そうですね、はい、まあ、出身は当然ワン。だから何のその間はさっき答えられるとこばっか食ってるよ今。はい、ビブルカードでですね、はい、まあ、名字が下月だということが判明しました。こちらですね、安家など下月家の祖先ということが判明したんですね。そうですね。キャラクター自体はワンピースの本編が書かれる前に読み切りで小田先生が書かれたモンスターズという作品で出てきてましたね。そうそう、龍馬っていう侍やったん。そうそうそう、その時に龍を切ったっていう、まあ、伝説が、まあ、あると、ワンピース本編にもまあ反映されてる形に今なるんですけども、はい、でちょうどねこの前公式さんの方でモンスターズのボイスコミックが YouTube で公開されましたね、うん、おー、あれめちゃめちゃかっこいいっすよね。めちゃめちゃかっこいいよね。まあモンスターズを読んだことある人はぜひね YouTube でも見れますので体験してみてください、龍馬の冒険を、はい、そしてワンピース本編では和の国の偉大なる英雄という名前を残しているんですけども、そうですね、まあ、当時どうやら黄金の国と呼ばれてたそうなんですよね。和の国がね。そう、和の国がね、世界から和の国に、まあ、外敵がめっちゃ来てた、でそれを守り抜いたっていう、まあ、伝説がある。まあ世界に和の国に侍ありと評判を広めたような人なんですよね。確かに、うん、まあ、そっからね、まあ、和の国の侍伝説が始まったというか、今ちょっとね5秒ぐらい前巻き回して見てもらっていいですか、うん、何あくび我慢したところからのセリフ息漏れてたから今。まあこれね、そもそも龍馬何年前の話で言ったらもう数百年前なんですよ、龍馬が活躍したのがね、はい、47歳の頃に何で死んだと思ってます皆さん。老衰。老衰、うん、どういうこと。47歳老衰。
あ、早いですね。はい。なるほど。戦いじゃないんですよ。病気なんですね。へぇー。病気で亡くなったとされてます。はいはいはい、はい。で、死後は和の国の、まあ、リンゴというね、その寒いところ、雪が降ってるような地域、まあ、墓地に、まあ、終水とともに埋葬されていましたよと。当人様として死後も慕われ続けていましたというユーマの埋設です。そして、何の因果かスリラーバーグ編で、まあ、登場するんですけども、23年前にカイドウとモリアが戦ったことがあるんです。で、その時に、モリアたちがリューマの死体と、まあ、終水を奪って、まあ、スリラーバーグ編につながるというお話なんですよね。これめちゃくちゃ面白いね。いや、そうっすよ。そう、まあ、こっからね、まあ、モリアが、まあ、ワノ国出身なんじゃないのかとか、うん、ワノ国の親族なんじゃないのかってことが言われるようになったんですけど、うんうんうん、はい、まあ、非常に気になる展開ですね。ちょっとちょいちょい甘がみなきゃ。で、これ面白いのはさ、数百年前の侍なのに結構原型とどめてたねっていうところなんですよ。確かにね。まあ1個はこの後紹介するんですよ。ホグワークの天才的な修復作用と、うん、あとはああ、じゃあ冷凍保存的になっとったみたいな。そうそう、オーズも結局そうだから、はいはいはい、寒いところだと腐敗がちょっと遅くなって、はい、結構いい形で残っていたのかな。まあ確かにそうかもしれないですね。そうなんだよね。で、なんといってもね、その修水、うん、もう言ったらゾロの今エンマ使ってる、それ前はもう一応メインとして使ってたような、そうそう、刀だったでしょ。大神官とかね。そう、大神官とかね、伊藤流の時はよく使ってたから。龍馬の相手修水は大技物の、まあ、21個のうちの1本なんですよね。はい。作中では数少ないすでに黒刀になっている方なんです。そう、この描写ですね。はい。まさかね、この時に黒刀っていう言葉がこんなに後々響いてくると思うんかったよね。そうなんですよ ね。ちょっとジャンプの話しますよ。ジャンプ本誌ではなんとゾロと同じく赤眼だったということも明かされてますね。驚きやね。そう、一応これ包帯巻いてるんやけど、そう両方とも目ないから一応ゾンビなんでね、うん、なんかおしゃれ的な感じなのかなと思う、うん、ゾンビって、まあ、包帯巻いてるイメージやから。そうそう、まあ、実際ブルックもね、片方割れとったりするんでね。そう、まあ、なんかそういうもんなんかなと思ってましたけど、だからここの包帯っていうのはいわゆる眼帯と同じような意味合いだったんだろうなって思うんですよね。うん、確かに。で、こちらの描写をご覧ください。はい。ブルック曰くゾロとリューマが同じタイプの筋力を持っているというところも、今思い返せばゾロの血筋が下月にある、言ったらリューマの子孫であることが、まあ、すごいね、匂わされていたんですよね。あ、匂わせですね。同じタイプの例えば技とかだったら分かる。今なんか所作が似てるみたいなこと言われるんだけど、はい、筋力ってこれどう思う？いや、だからね、同じ筋繊維してるんやろなって感じですよね。うん、だからそれどう思うって。いや、だからほんま家族なんちゃうのみたいな。あ、家族、そう、親族とかちゃうんかなみたいな感じがしますね。そう、注目してほしいのがゾロがリューマの竜切り伝説を知っていたということなんですね、うんうん、僕ね、こちらをご覧ください。お前か、大昔に竜を切ったって伝説の侍っていうのはって言ってるんだけど、知ってたんだよね。ここはすごく興味深い。これも後で解説するんですけども、はいはいはい、まあ、ゾロの下月村での会話の中で聞いたのかなというところですね。なるほどなるほど、交差ブローとかから。そうそう、はいはい、でね、ゾロは一刀流飛竜火炎で切り口を発火させてリューマのゾンビを倒してるんですよね。おお、実は切り口が燃えるってすごいよね。もう塩まことか。確かにな、無限人ですね。そう、無限人かいうことで。でね、この時のね、ゾロのね、フォーム見てほしいんですよ。みんな覚えた覚えた。次こちら見て、こちらモンスターズのリューマの、おお、同じなんですよね。すごい、一刀流がね。でこちらご覧ください。もう鬼ヶ島の右の角が、ま、真っ二つに切れてるシーンがあって、はいはい、これ真正面で多分カイドウ受けてたら、はい、無事じゃなかっただろう。ビッグマンも心配してた場面の、まあ、確かに確かに、これも火炎でしたから、おお、これちゃんと炸裂してたらリューマと同じく竜切り伝説になってたんじゃないのみたいな。なるほど、すごいっすね。ね、この辺のなんか匂わせとかなんか合わせ方が芸術的でしょ。確かに確かにね。そんで先ほど言った竜切り伝説をなぜ知ってたのか、はい、うん、それは下月村のジジイたち、つまり下月幸三郎たち。今日どうした、あくび大丈夫ですか？あ、400年前から来てますね、この眠気は。僕の話はそんなに面白くない、はい、いや、めちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます、はい、ということで竜切り伝説を知ってたということなんで、うんうんうん、他にもいろんな伝説聞いてんのかな。いや、ありえますよね。昔和の国では、竜を切った侍がおってなみたいな。そうそう、たのかな。100回ぐらい聞いたわその話みたいなね。ジジイ同じ話ばっかするもんな。うんうん、俺のところの死んじゃったじいちゃんも、うん、太平洋戦争時代にうにゃららら列挙せよって俺一生なんか問い立たされた。うん、列挙せよって言われるから。よくわかんないっすね。ね、怖かったもんね。そうっすね。答えようと思って当時列挙せよって。なるほど。怖かったもんね。でね、今回のその技の火炎だけでなく、リトルガーデンでは、まあ、炎をまとって焼きおにぎりを披露したわけじゃないですか、うん、こちらね、うんうんうん。最近では穂紫で、まあ、炎を切ったりと、まあ、何かと炎に縁があるんだなと。なるほど、うん。で、同じく産地もちょっと今炎に縁がある感じするじゃないですか。そうですね。そうすると、今、誰と戦ってます？ジャンプでは。キングですかね。そう、キングですね。はい、で、キングの通りなんでした？火災のキング。そう、発火する種族というところで。で、この炎っていうところがどういう風に関わってくるのかってめちゃめちゃ、そうですよね。これ1個だけ見てもこんな長く喋れるの？確かに48巻すごくない？ボリューミーっすね。2つ目、古代巨人族。
古代中、はい、はい、オーズ。そうそう、龍切伝説に続いては国引伝説のオーズなんですよね。龍切伝説できて、国引伝説できて、伝説ばっかりや。そう、もう伝説の巻なんですよ。なるほど、まあ、こちらね、物知りのロビンさんが言っているんですよね。国引伝説の魔人オーズってことで、だから有名なんですよね、これはね。どう思う、そのこの国引についてはあんまり深く書かれてないやんか。そうですよ ね、だからどこの国を引いたのかとか、もしかしたら関わってくる可能性ありますからね。ねえ、もともとなかったところから持ってきたという意味では、そうそう、和の国の鬼ヶ島って外から持ってきたのかもしれないですね。いや、ありえますよ、ね、ほんまに。分からへん、だって鬼ヶ島今浮いて移動させてる、国引きしてるから。まさに、そう、確かにね。そうそうそう、確かに確かに。まあ、王子といえば体がめちゃくちゃ大きいことが特徴なんですけど、はい、古代巨人族っていう種族はストーリーとかブロギー見ましたよね、うんうん、リトルガーデンで。あれでも相当大きい巨人族ですね。大きい、なんと巨人族の3倍の大きさなんですよね。いや、もうめちゃくちゃでかいね。めちゃくちゃでかいよね、うん、ルフィの影が入った王子一体で、もう麦わらの一味当時は壊滅してたんで、でこの体のサイズから繰り出される攻撃はもう周囲の建物をもう破壊するっていう。なんか僕はやっぱドラゴンボール世代なので、ちょっとスカッとすんだよね、はい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 、やっぱ悟空たちが大猿になって暴れてるのと同じような感じ。まあそうですよね、ちょっと理性がなくなったんですね。で、今や伝説となったオーズの強さなんですけども、それを再現しようとしているのが、まあ世界政府なわけですよね。はい、はい、ローがこう言ってます。政府巨大な兵士を作るための研究を重ねって言ってるんだけども、こんな兵器がたくさんできたらえぐくない？やばいっすよね。え、なんかナウシカの巨神兵みたいな感じ。いや、ほんまにほんまに。ねえ、もしくは進撃の巨人もね、最終的な奥義っていうのはやっぱ地ならしって言ってね、ほう、まあ、巨人で大陸を踏み潰していくっていう。へえ。決してなんか派手にビームを出すとか、ほうほう、空飛ぶとか、そうやってただ単に歩くだけなんです、最強の技ってね。まあまあ確かにね、まあ、体重こそが格闘技においては最強やからね。まあ、そういう次元ではないねんけどな。パンクハザード編でね、この生まれたナンバーズを見る限り、はい、まあ、通常の巨人族ではない古代巨人族なんで、まあ、それを限定して作ろうとしてると、うんうん、まあ、そういうところを後々出してくるために、やっぱオーズっていうのはここで出す意味があったんじゃないか。確かにありますね、はい、っていうところが48からね、魅力の一つなんですよ、はい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 、いいでしょ。いや、いいっすね。3つ目、ジェネラルゾンビ。おお、はい、続いてまた伝説級のキャラ、ジェネラルゾンビからキャプテンジョン。おお、はい、ちょっと説明してみて。確かにですね、まあ最初出てきた時はなんか汚い海賊やっとるおっちゃんおるなみたいな、おっちゃんゾンビやな思っとったわけなんですが、うん、物語進んでおくにおいて、まずバギーがなんかキャプテンジョンの宝はすごいらしいみたいな、あ、そうなんやみたいなことを教えてくれたりするわけで、でさらに物語が進んだ暁にはキャプテンジョンロックス海賊団やってんな。そうなんだよね。あの時はただのなんか冒険のなんか野郎みたいな感じしてや、なんか、ところがね、なんとあの大海賊海賊団のメンバーだったことが後に発覚するんですけど、そう、でもそもそもね、ジェネラルゾンビってどういうやつらかっていうと、生前は戦いで名を上げていためちゃめちゃ強かった戦士たちの肉体を使ったゾンビたちのことなんですよね。ということはキャプテンジョンだけじゃないんですよ、そういうやつらって。確かに。そう、もしかしたら元ロックス海賊団のメンバーもゾンビにされていたのかもしれないよね。なるほど。とかとかね、はいはいはい、はい、そう思うとえぐい仲間を下に持ってんのモリアはと思うよね。じゃあもしかしたらユニコーンのおっさんとか王直なんかもしれないですね。あれ王直ロックス海賊団上手くない？ハゲちゃう人が入ってるから。いっぱいやってるおっさん。そう、あれ、あれ、キーとかも？そう、キングバウイカちゃん、あれロックス。あれロックス？え、ちょっと、あれロックス？あれロックス？あれ、影になれてんの、なんか。そう、影はその辺の雑魚。あ、なるほど。そう、まあ、影が雑魚やったからね。そう、皆さん、驚愕の事実が。あのキーはロックスでした。そう、はい、皆さん、ロックスのシルエットこちらなんや、これ木の枝。そんなこと言ってるよね。次行きましょうか。はい、まあ、過去編などで登場する可能性もありますので、はい、まあ、このジェネラルゾンビの目立つ、まあ、何体かをよく見ておけば後々あっていう気づきがあるかもしれませんね。うん、続いてカイドウとモリアの因縁。出ました。これ俺めっちゃ好きなよね。俺もめちゃくちゃ好きです。そう、ワノ国で回収された一つの伏線なんですけど、23年前にカイドウとモリアによる戦争ということが、はい、カイドウのバカに負けることもなかったかみたいなこと言って、あのカイドウをバカと呼べるのはなかなか、ね、いやそうよ。しかもさ、カイドウと対峙してね、無事に生きてるだけでもすごくない？いやし、スカウトもされずにちゃんと帰ってきてますからね。そう、僕たちさ、ワノ国でカイドウの圧倒的強さの絶望見たよね。だってあのルーキーいるやん、そのキッドとかね、でさえ捕まって檻に入れて、仲間なのやったら許してやるけどみたいな、そんなもん生きるかしらデッドアライブ。そう、で生きるにしても、まあ、配下につかなきゃいけないような状況で、ちゃんと独立して今も七部会としてやっていけてるだけですごい。帰ってきてますからね。うん、まあ、だからその時点でもやっぱモリアってちょっと怠けちゃったからあれやけど、ちゃんと強いやつだったんだなって思えるね。いや、そうなんですよね。え、まあ、そこでね、学んだことといったら部下の重要性なんですよね。はい、こういう風に言っています。昔俺も自身の過信と野心に満ちていた。だが理解したんだ、優れた部下の重要性をな。俺は何も手を下さない他人の力で海賊になる男と言ってるんですね。深読みすればこの時からもカイドウはもうすごい
ごい熱い層の部下を持っていたということなんだよね、うん、いや、まず間違いないでしょうね。そう、読み取れるんだよね。そう、そう、向こうがゾーン系で攻めてるから、うん、俺はもう影のやつで、そしたら失う必要がない、そういうことで、まあ多分モリアは思ってたんだろうね。そうね。だから今和の国を知った後にモリアの気持ちを考えたら考え深いよね。続いて5つ目、サンジと透明人間。レイドスーツでね、ステルスブラックとなって透明になる力を得たサンジなんですけども、はい、透明人間に関してはこの48巻から、まあ、因縁が書かれてるんですね。なるほど、まあ、少年時代のサンジが悪魔の水塚を読んでこれ欲しいと思っていたと。で、その欲しかった実のスケスケの実がなんとアブサルムという4怪人のうちの1人が持っていたわけですね。な、まあ、これもともと目的は女湯を覗くことだったんですけども、まあ、スケスケの実についてシミュレーションするあまりサンジは不本意ながら透明人間の戦い方を熟知してるんだよね。これかなりすごいことですよね。いや、かなりすごいよ。そう、うん、だってそれってなんか自然とステルスブラックになる時のイメトリをしてたみたいなもんじゃないですか。そう、そう、かつこのスケスケの実って今シリュウが食ってるわけなんですけど、黒ひげ海賊団の、うん、これシリュウと戦う時も死ぬほど有利やと思うんすよね。そう、ほんまね。そう、すごいよね。だってレイドスーツってさ、普通に着てね、その新しい能力をすぐ使いこなせるか分かんないやんか。そうよ。ルフィだってゴムゴムの実ちゃんとうまく使えなかったように、でもそれを適用できてるのはサンジのすっごいイメトリのおかげなんだろうって思うよね。で、そのレイドスーツの能力で、まあ、自力で女湯を覗くっていう風にここで、まあ、書かれているんですけども、はい、ここで、思ってた自力でっていうのは夢をこの後ワノ国で叶えることになるんですよね。まあでも鼻血出るから場所分かっちゃうんやけどね。まあ覗くという目的で。ああ、なるほど、確かに。まあ、あとは悔いがないんじゃないですか。なるほど。この後ね、サンジもちょっと今異変がっていうことを言ってるんで、サンジの能力はまあ覚醒して、さらに強いステルスブラックの力が出たら、まあ面白いなというふうに思っております。確かに。続いて6個目、燃えるサンジ。あ、炎上するんですか。何でも炎上してるんですか。女を除いて。ああ、それは普通に YouTuber とかで炎上するんですけど。はい。まあ、続いてもサンジのことになるんですけども、はい、発火する種族ことルナーリア族というものが新しく出てきましたよね。最近ね。はい。キングの種族なわけなんですけども、うん、で、スリラーバーク編では、アブサロムへの怒りのあまり、何度も発火してるんですね。おー。スタッフとね、僕一緒に調べたんですけど、はいはい、48巻だけで、ご覧の通り、9回も燃えてます。燃え方も結構異常なんだよね。確かになぁ。これギャグ的に見えるけど、うん。まあ、この時もギャグとしか思ってなかったんだけど、はい、今、発火する種族出てきてちゃったから、発火してるね。だって効果もボーって言ってんもんっていう。確かにな。そうで、例えばこのコマなんかまんまキングみたいな、この頭の燃え方。おー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 。そうで、小ネタっぽいんですけども、キツネビの金右衛門よりも登場に先に恋のキツネビという通り名を自分でつけてる。おお。じゃあもしかしたらサンジ、そのうちキツネビのサンジになるかもしれないってことですか。なんでなんでなんで。はい、なんで。いやいや、キツネビやから。ゾロからも、まあ、何かに変身しそうだっていう風に突っ込まれてるんですけど、もうこれはね、圧倒的覚醒の兆しが見えてるから。この時にはね、サイヤ人って怒ったらもうスーパーサイヤ人に変身するやんか、はい、小田先生、トライマス先生すごい尊敬されてるから、うんうんうん、まあ、スーパーサイヤ人になるとこの描写のオマージュかなと思ったんだけど、本当にサンチも発火する種族だとしてこの後覚醒するのかなっていう二重のなんかオマージュがしてるのかなみたいな。おー、いや全然ありえそうですけど ね。7つ目、ドクター・ホグバック。医者ね。そう、ワンピースの中でも結構珍しいさ、天才と呼ばれている、うん、まあ、キャラクターなんですけども、ホグバックは外科医として数々の奇跡的な、まあ、手術を成功させて、かつてはチョッパーも大尊敬してたキャラなんですね。世界一の医者らしいからね。ねえ、じゃあホグバックがさ、単純にさ、オペオペの実とか食ったらさ、ローよりもっとできることあんの。いや、ありえるんじゃないんすか。ねえ、なんか戦いにおいてはローの方が上かもしれないけど、はい、できることって結構増えそうじゃない。増えそう。ねえ、倫理観こそ欠如してるんですけども、はい、モリアの能力と合わせて、まあ、死者の蘇生を、まあ、可能にしちゃってるわけじゃないですか。まあ事実上ね。そう、うん、で、凄腕の医者であることは確かなんですよね。はい、間違いないです。はい、さらにホグバックのすごいところは、腕とか足、筋肉などの完全な移植手術ができること。はいはいはい。オマズの右では実際にホグバックが成功に復元したものなので。確かにな。そう、え、これできるんやったら片足失ったクザンとか左で失ったシャンクス復元できるんちゃうみたいな思うんやけど。いやいや、シャンクス腕側のシーンが台無しになっちゃうやん。いや、それはもうそうなんやけど、うん、同じく小田先生同期のシマブ先生も、はいはい、トリコ書かれてんやんか。トリコも腕とか失った時に生やしてきたやん、だんだん。ああ、なるほど。そう、だから別に生やすこといいんじゃないと思うんやけど。あ、そうですか。はい、へえー、はい、いつまで抑えてんねん。いやいや、自分が亡くなったみたいな。チーザー、ジャッジ、クイーンと、まあ、様々な分野の科学的な成功者って出てるじゃないですか。強化手術や治療に関してはホグバックを超えるキャラクターはいないと思うんですね。まあ、確かにね。そうすると、殺戮兵器が得意な、まあ、シーザー、クローンやレイドスーツの作戦に成功してるジャッジ、うん、で、カラクリや自身をサイボーグにしてるクイーン、
などなど各分野で、まあ、得意な人たちがいる中で、はい、同じくドクトル・ホグバックもマッツとちょっと関係があったりとか、それちょっと面白い。なるほど、まあ、優秀な科学者とか医者が集まってるぜみたいなね、はい、そうそうそう。黒ひげの元に行ってしまったモリアと一緒にホグバックも海賊島ハチノスに来ていたら、モリアを復活させて逃げ切るのか、黒ひげの元で活躍するようになるのかと、まあ、この辺はちょっと謎ですね。まあ、でも黒ひげのところで活躍する可能性はありますよね。そうだって今のところさ、スリラーパークの4回戦ってさ、うんうん、アブサラも死んだとされてる。そうですね。ペローナはちょっと無限連中と一緒にいたりもしてるか、うん、ミホークと一緒にね。そうですね。そうするとホグバックだけが今どこにおるのってなるもんな。まあ、確かにね、うん、もうホグバックはだってね、別にそのシンドリーちゃんさえいれば別に黒ひげのところでもやっていきそうやん。最悪やな。そう別にモリアを裏切る可能性もあるんちゃうかなと思って。確かにね。そうだから黒ひげ、体の形異形なんですね。もっと異形にしますねあ、何ちょっと料理してる感じ、ね、だからもう、あ、じゃあシリュウさん、あなたも異形にしてあげますよみたいな。もういいの、こんな鍋振ってる感じ中華鍋振ってんじゃないのかあ、でも、あ、じゃあ9つ悪魔の実食えるようにしますねとかめっちゃバージョンアップするやん。そうそうそう、ほんならモリアにやってやるよ、それ。いやいや、もう忠誠心ないかもしれないから。あ、8個目、ペローナ。ペローナ、はい、もう大人気キャラですね。あ、そうっすよ。もう世界人気投票 WT100 でもう25位に輝いてます、はい、いや、すごいっすね。はい、めちゃめちゃ人気の高いキャラクターなんですけども、はい、まあ、スリラーバグの4回時の1人です。はい、これ48巻でウソップと戦いに負けた後は、うんうん、まあ、突如襲来したバーソルミュークマの肉肉の実の力で、はいはいはい、飛ばされちゃってるんですね。どこに飛ばされてるんでした？ミホークのオールとかやね。そう、シケアル王国の跡地に飛ばされまして、はい、今ではミホークと一緒に住んでいて、その後麦わらの一味が再集結した時には、まあ、ゾロを見送りに、まあ、一緒に来てくれたと。でその後は七部会制度がなくなって先に逃げろということで、ここも多分モリアの元に向かったのかな。そうそうそう、ちょっと謎なんですけど、ね、モリアが生きてることが分かったからね。そう、まあ東亜君の説のそのドクトル・ホグバックが忠誠心ないに対して、ペローナはめちゃめちゃ忠誠心あるからね。いや、すごいよね。おー、で映画スタンピード皆さん見ました？はい、戦闘丸をネガティブにさせるぐらいなので、うん、自分よりも実力のあるやつにもある程度は通用してるということなんですね。まあ、確かにね、まあね、カイドウには通用せへんかもしれないけどね。さすがにカイドウがうろろろ飲みになりたいっていうのもなんか泣けてくるわ。なんか、うん、なんか自殺願望そもそもあるやつし、なんかおりんとかなんか向こうれへんわ。なんかいや、ほんまになんか戦闘丸ほらなんか海軍のちょっと悩んでそうやん。あ、なんかちょっと職場で悩んでそうな顔してるやん、あいつ。あ、中間管理職だから板挟みなんですね。そう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 もうおじきは全然でんでん虫の使い方覚えてくれないしみたいなもうこれまた技術局から文句言うの俺だよみたいな、困っちゃうよみたいなよくそんな妄想できる尊敬するわ。まあ、唯一の天敵は元からまあネガティブ思考の人間、まあ、ウソップということなんですけど。そうですよね。ただ戦場にいるような強者は大体向上心があったりするので、うん、まあ、ポジティブなので効果はないかなと。まあ、確かにね、赤髪とかね全部死にそうじゃない。っていうよりもコブコブの実と相性いいなと思って。え、なんでだ。え、なんかコブされるやん周りがね、うん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 、でもみんなはもともとめっちゃ強かったわけじゃない人たちがコブコブされてるから、はい、あれでブーって言ったらめっちゃポジティブなったとこネガティブにされたら、うんうん、一瞬で全滅させられるんじゃん。なんか躁うつ病になりそうやね、感情の起伏がこんなになるから。そうだから、まあ、ドラクエで言うと、うん、せっかくバイキルトかけてんのにルカなんかけられてるの同じ。それは切ないね。わかるよね今ね、ドラクエやってる人はほらほら野助さんの前にめっちゃうんうん言ってるの。はい、続いて9個目、ソゲキング。ソゲキング何の CM の灰みたいな、ね、ソゲキングやなと思いました。はい、ウォーターセブン編で正体を隠すためにウソップはソゲキングに変身してましたね。はい、スリラーバーク編ではウソップ自身が勇気を奮い立たせるためにもう一つの人格としてソゲキングになりました。あ、そうでしたっけ。はい、そうなんですよね。まあ、ソゲキングとしてはこのシーンが実はね最後の出番なんですね。はいはいはい、そこは登場しておりません。はい、ウソップは2年間の修行を経て勇敢なる海の選手に今近づいてるので、もう多分ソゲキングは必要ないと思うんですけど、はい、僕はソゲキングのフォルムがめちゃめちゃ好きなんです。うん、かつてアニキャラヒーローズというフィギュアシリーズが出てたんですけど、はい、その中で一番好きなキャラクターはソギキングでした。おー、まあ、めちゃくちゃかっこよかったですからね、ファイヤーバードスターもね。そうそう、めちゃくちゃいいんですよね、世界戦の旗打ち職とかね。そう、そう、ね、まあ、そう思えば、まあ、実際キャベンディッシュとかも白馬みたいな人格があるんで、うん、もうウソップのネガティブ域値がマックスになったら、まあ、ソギキングが出てくるとか。そうね、まあ、そういう変化はあってもいいかもしれないですけどね。今ね、あの見聞色まで身につけてますから、プラスソギキングの形になって、もう一回もっと遠い距離ファイヤーバードスターだったらちょっと気持ちよくない。確かにね。いや、もうそこはもうゴッドファイヤーバードスターとかになってるんちゃう。え、何ですか、進化するんだけど。ゴッドウソップやから。あ、なるほど、神がついたと。そう、なるほど。どれぐらい威力違うんですか。どれぐらい威力違うか、うん、もう今度、建物ごと焼ける。え、
火災の金もびっくりやった。そう、もうボロブレスもびっくり。ええ城全部焼けてもうたやんみたいな。今必死にオロチが火つけてたのバカらしくない？そう、バカらしい。所詮オロチやから所詮オロチはい、続いて最後10個目は本編からではなく扉へからです。 NHK のスペース大作戦です。あー、それここですか？そうなんですよ。はー、本編より多分ずっと見てた時間長いかもしれない。これはめちゃくちゃびっくりポイントですね。びっくりポイントですね。いやー、48巻はいすごいやん。そう、短期集中連載のエネルのスペース大作戦が載ってるのも48巻になるんですけども、まあ先日ワンピースがまあ JAXA とコラボしましたね。あ、そうですね。はい、スペース大作戦の元ネタにもあります。で、こう見ると48巻って重要すぎる要素多くないと。いや、多いわね。え、まあ古代都市、月の都市、ビルカがまあ空島のビルカと同じだったとか、スペーシー注意みたいなやつがまあたくさん出ているとか、では正解に今から向かってくるぞみたいなのが終わってるんで、ね、本当にいつ登場するんだっていう風になっていて、どん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 注目されてますよね。お、電気を原動力にする、まあ、そういう自分の軍隊を持っているってことは、まあ、月を見て数論化する民族、まあ、電気使うじゃないですか。関連性どうなのとかさ、確かにいろんなことが分かってくる。48巻すごくない？みんなすごいと思った人いますか？高評価と拍手して。はい、コメントもください。ありがとうございました。48巻どうでしたでしょうか？いや、面白かったですね。ありがとうございます。まあ、実際やっぱり僕としては、まあ、この光彦守屋という人物は、はい、という人物って何？月光守屋ひっくり返して光月守屋なんですけど。だからなんでひっくり返すの？いや、いいのよ。ジャクサでもひっくり返っとって、みんなこうやってふわーって浮いて、ふわーってルフィとか浮いとって、まあ、そういうわけなんやけども、今後もね、また活躍が期待できると思うので、はい、まあ、このワノ国編でまた守屋が再登場してくれることを僕は心待ちにしております。はい、それでは See you バイ。こやちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感、クルーのみんなでもっと盛り上げて、 Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ、フォローしてね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。